猫、皆様こんにちは。黒い猫でーす。さて、ベグ行ってきたとこなんですけど、相変わらず出ませんね、羽は。皆様いかがお過ごしでしょうか。なんか出ないよね。ひどいだぷ。最近ベグ行っても全然羽出ない気がする。もう1ヶ月ぐらい見てない気がします。気がするだけだけど、どういうことや。前半で仕切れながら、あれ、あとケプランベア村か。あ、ジオンチンさんいらっしゃい。子猫、子猫、子猫。すっかり冬の装い、あったかそう、でしょ？なんか、あったかそうなアバターにしてみました。寒いからね。もう、すっかり冬ですよね。急に冬になりましたよね。ついこの間まで、11月なのに真夏日とか言ってたのが、嘘のようでございます。あ、今日はこの時間、貿易は、ちょっとそんなに美味しくはないんだけど。あと、バルダリ農場売って、あと、カーマスリビアかな、売るやつは。だけですね。うん、それだけですね。で、貝は、セレンディアとカルフェオン。あ、もう、給湯はなしでございます。悲しい。あ、今日はね、ちょっと、貿易が終わったら、なんか、硬いやつとか、取りに行きたいなと思ってるんですけど、硬い。最終？狩猟かな？どうだろう。硬いのって伐採？草むしり？何でも出るっちゃ出るんでしょうけど、何がいいんだろうね。よくわからん。狩猟かな。悩ましい。あ、猫本さんいらっしゃい。こんにちは。来ていただいてありがとうぷー。今日はのんびり、貿易の後は、なんか、最終かなんかやろうかな、と思ってます。硬いのが欲しいんですけど、何したらいいかしらね。ジオンジーさん、昨日からシャイを一般キャラで育て始めました。特に意味はないけど。一般キャラ、あれじゃないの？シーズンはもう、あれしちゃってるの？猫本さん、硬い、先の尖った石でしたっけ？硬いと尖った、これですね、これ。硬い黒結晶のヘラ。まあ、尖ったでもいいんだけど、硬いの方が欲しい感じかな。1192個なので、ちょっと在庫が心もとない。またあのレブラスたくさん叩かなきゃいけないので、こいつをちょっと集めておこうかなと思ってるんですけどね。
モンゴルマンさん、コネコプいらっしゃい。スタンプいっぱいありがとうプー。今日も貿易でございます。貿易終わったら、硬いの集めに行くんだけど。何で集めたらいいだろうね。あ、ルキリいらっしゃい。プーゴダプー。レオンジーさん、シーズンはレンジャーがいます。まっさらから始める新規さんの気持ちを味わおうかと思って。マジで。でもさー、ご新規さんの気持ちを味わうんだったらアカウント作れだぷ別アカでやれぷ。だってなんだかんだでさあれでしょ、装備あるでしょ、なんかまっさらじゃないんだよ。だって知識もあるしさ貢献度もあるっしょ。そこだよ。アカウントゼロから始めやがれ。あ、そこまでやれとは言わん。そうか、シーズンキャラじゃないのか。私のシーズンキャラ今どこにいるか。あ、ベグか。ベグどうでした、皆さん。出ました、赤い羽。最近私は全然赤い羽に巡り合ってない。どうしたものか。ここは食料品ですね。どうしようかな。上昇だから。これにしておこう。猫本さん、フェリードから出ました。フェリードから？赤い羽？あ、そっか、狭間から出るんだもんね。そうだよね。おめでとうだぷー。羨ましい。なかなか赤い羽集まんなくって、困ってます。リオンジーさん、装備もクエでもらったやつで、メインクエだけで進めてる。別赤っていう手があったかもって。やんなくていいからね。猫本さん、ありがとうございます。おめでとうだぷ。いいなぁ、赤い羽。最近縁がなくてさぁ、ベグ一周して、さらにシーズンの子でも行って、それでも一個も出なかったり、どんだけ運がないんだって思ってます。よいしょ。したら、買い物は、宝石商。あ、サンドさんいらっしゃい。こんねこー、スタンプありがとうございます。今日は、あれです。あれです。あれをあれして、あれするのです。いやー、硬いのどこで取ったら、アフさんが泣く耳強化してる。なんてこった。ジンヨンジーさん、でも新発見が盛りだくさんで意外と楽しい方法。サンドさん、風は大丈夫。風じゃないはず。風じゃないはず。認めない。あ、今度はカドリーリング強化してる。アフさんは何をやってんだ？なんか、ひたすら強化してますね。私は相変わらず貿易。いや、スタックがなくてさ、ちょっとレブラス叩きをしなきゃいけないんですけど、どうしたもんか。あとはどうしようかな。なんか仕入れよう。みやびさんいらっしゃい。こんねこ、えへんどや。
何がどやだ。ジヨンジさん、アフさんは強化に強化してます。うまいこと。座布団1枚ねえ。あの人はパックどうしてんだろうな。そこが不思議。ようスタックありますな。ネブラス叩きをしている感じでもないしな。してんのかな、実は。ジヨンジさん、わーい、座布団もろた。座布団1枚どうぞ。うまいこと。いやー、この時間ボイキいまいちだからな。もうサクッと終わらせて硬いの取りに行きたい。硬いのどうしようかな。あれをやるついでにあそこ行こうかな。あれにしようか。悩ましい。最後どこで集めるのがいいかしらね。やっぱあれか、やっぱあれかな。あれ。いやー、あっちにしようかな。やっぱあれかな。どうしようかな。みんなどうしてんだろう、硬い集め。やっぱ草むしりとか伐採なのかな。どうなんだろう。普通に、なめしとかでも出んのかな？お札とか。今度はケンタベルトだ。アフさんは何を叩いているのやら。今度、グルニルグローブ。基本は最初、まあそうよね。草むしりかな？草むしりなのかな？どうなんでしょう。今日のさ、このバッハールさん周辺がだいぶ分かりにくいことになっててさ、割とレアなんですけど、これ。この噂、いっぱいいるでしょ？こっち側のこの辺の人たち、これ品数も多い上に安くていいですね、って言っている、これ雑貨の下落なんですよ。孫たちにおもちゃを買ってあげたいみたいな、この辺りの人たち。雑貨の下落の噂なんですけど、この辺の人たちは、もっと値上がりするぞみたいな話をしていて、これ原材料の上昇の人たちなんですよ。これこれこれ、こっち。もっと値上がりする前に買っとかなきゃとか。資材が値上がりしたせいで予算に狂いが生じたみたいな。これこんな近くに上昇の噂と下落の噂が同時湧きしてるからさ、これちょっと分かりにくいよね。この時間の噂、貿易初心者が混乱する湧き方してます。あ、キヨさんいらっしゃい。ふんわり柔らか。黒結晶のかけら。柔らかいかけらはいらんだぷー。硬いのでお願いします。ふにゃふにゃは嫌です。ガッチガチでお願いします。草むしりですかね。でも狩猟でも出るよね。割と狩猟でも見かける気はする。どうしようかな。とりあえず貿易をさっさと終わらせよう。リオンジさん、お嬢様はお硬いのがお硬い黒結晶のかけら、こいつをなんとかせねばならんのですよ。困っておる。
キヨさん、なるほど理解。え何を理解されたのか。まあ、硬いのでお願いします。えい。えい。お、印象データ。よし。気が向いたら、盗賊倒して印象集めてます。これもねー、なんだっけ、黒い、なんとかの精髄。精髄。20個必要なんだよな、これ。黒い精髄。ヒストリア、ゴブリン、アディス、カルメ、マムシ、ハルピューヤ。選びたい放題です。でも80個必要。結構大変。まあ、気が向いたらやっております。ああ、貿易ちょっと、もうちょっとかかるか。バーレノス、あとバルタリ1回。で、グリッシー買って、グリッシー買って、カルフェ買って、アーマス、これが時間かかるんだよなぁ。グランディーハ。古木。古木3往復。古木3往復。ライブ。アーマスリビアは、距離がありますからね。なかなか大変だぷー。あ、グリッシー、ちょっとお買い物行きましょう。あ、三等兵さんいらっしゃい。こんねこー。いらっしゃいませ。来ていただいてありがとぷー。かくりゅうさんもいらっしゃい。こんねこスタンプありがとぷー。嬉しいだぷー。今日は貿易やった後は、硬いのを集めに行こうかなと思ってます。どうやって集めるかは、まだ考え中。狩猟？草むしり？伐採？白龍さん結構一時期伐採めっちゃやってたよね。今もやってんのかな？硬いの出ます？でもなんか伐採って硬いのっていうよりもなんかカプラスとかそっちのが出る気がする。違うかな？伐採。どうしようかね。何がいいだろう。ルーデウさんいらっしゃい。コンダップ。来ていただいてありがとうぷ。嬉しいだぷ。今日は貿易の後は、硬いの集めに行こうと思ってます。何がおすすめか、教えてください。かくりさん、たかこ、1時間で、つん首5本。嘘やろ？タカ子のために最高値で流す。最高値買わねえし。買わねえし。すごいね、おめでとう。えがいピンチかよね。すごいな、5個って。私2個で大喜びしたのに。すごいな。外ピンでも硬いの出たっけ？あれ？カタトガって狩りでも出たんだっけ？出た気がする。はい、硬いのが欲しいんですわ。食品を買って、あとグラ、ベリアまで持ってくやつは、これでいいや。ルーデーさん、カタトガは普通に草刈りがいい。草刈りか。やっぱ草刈りなのか。カクリさん、ツン首5本、ベルト1本、カプラス100個、ゴミ取り2万1000ぐらいだから、時給 1G 超えた、すごいな。ゴミが2万ってすごいよね。私、外便地下行っても1万ぐらいだもんな。すごいよね、みんな。
やすごいな。ルナさんには内緒にしておいてあげてくださいね。言わない言わない言わない。すごいね、カプラス100個も出んだ。アイピンってすごいんだね。ちゃんと枯れる人がやると美味しいんだね。時給で 1G か、すごいな。貿易なんて一日中やって 1G だからな。いやーすごい、枯れる人すごい。でもあれよ、水晶割っちゃったらプラマイゼロよ、悲しいことに。いやーこの間割っちゃってさ。悲しいこと。アイゼンさん、子猫、あ、花袋の市場にあるじゃん。どういうこと？サンドさん、すごいね。ね、すごいよね。ジジイって。ジオンジン、さっきまでシュナさんが地下外ピンで効率チャレンジやって、てんてんてんでした。残念、残念なのか？アイゼンさん、硬いの。あ、硬いのさ、そう。売ってると思います、多分。硬い。硬い。うん、売ってるね、6000個ぐらい。でもさ、自分で集めたいんだ。なんか買ったら負けのような気がしている。アクリさん、ラジャー。あ、ユキンコさん、こんにちは。いらっしゃい。来ていただいてありがとうぷー。嬉しいだぷー。今日は貿易。の後は、硬いの集めに行こうと思ってます。でも草刈りがやっぱいいのか。でも草刈り割と、なんだっけ、ベア村周辺でしょ？なんか人がいそうな気がするな。どうしようかな。草むしりか。やっぱ草むしりしないとダメか。草むしりねー。やりたくない。かくでさん、草刈りか。絶対人いるもんな。絶対人いる気がします。あ、そう、あの辺。草むしりはねー。でもやっぱ草むしりなのか、硬いのは。狩猟でもよくない？同人50まで草むしり。マジで？同人になったらすごいよな。同人、最終の同人はほんとすごいと思う。最終ってだって、放置できないでしょ。あ、水汲みで放置ができるのか。なかなか厳しいだぷ。セレンディア買った。で、バルタリー農場で、ルキリン、最近の草むしり、片戸があんまり出ない。そうなの？ルーデンさん、経験値イベ&錬金料理イベで、今週空いてる、あ、なるほど。そういうことか。みんな料理錬金してるから、割と空いてるかもしんない。そっか。ちょっと行ってみるか。ジオンジーさん、廃人になるまで草むしり、嫌だ。その前に行動力が切れるじゃろ。ルーデーさん、狩猟よりペース早いから草刈りが圧倒的。あ、そういうこと。なるほどね。そういうことか。ケプランに向かいます。ケプランで出る。クーデーさん、狩猟より、読んだ。カクリューさん、アプラス集めの時は、行動力500分やって、赤線やって、200行動力稼いで、毎日700行動力分やってた。わー、ガチ勢怖っ。ひょうたん連打で、あ、ひょうたんもあったね、確かにね。ひょうたんどこかに、持ってたか、あ、持ってる、2個持ってた。
ジオンジさん、ところでかかとが何に使うの？レブラス叩きですね。レブラス叩くのに硬いやつがいっぱいいるわけですよ。なので硬いのがいっぱい欲しいの。だからお金ないからさ、買えないから自分で取りに行こうと思って、自力調達の女だよ私は。なのでどこで取りに行ったらいいかなと思ってさ、大量にいるじゃん、あれ、ああいうやつ。あっという間に溶けてなくなってくから怖いよね。あ、イレネチいらっしゃい。まあ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 、まあ、来ていただいてありがとうぷー。嬉しいだぷー。では、貿易の後は、硬いやつを集めに行きます。ジオンジーさん、なるほど。強化しないから、かかとが余ってる。そう、私もさ、強化しない時代は、すげえ余らせてたんですけど。なんか、強化しだしてから、急激に、なくなったよね。激しくなくなりました。いやー、スタックがないからさ、叩けないんですわ。あの次の祝日に泣く耳100個叩こうかなーってちょっと思ってたんですけど、あ、いや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 、スタックないやんけーと思って、どうしようもない、スタックがない、困っておる。でもスタック作るのもなかなか大変よなぁ。硬いは2900個。怖。そんぐらい欲しい。あ、ガムタビさんいらっしゃい。こんにちは、にゃおん。いらっしゃい、にゃおん。今日も貿易だぷー。三等兵さんのキノコが痛いだぷー。アイセンさん、スタック100を作る。そうそうそう、100作りたいの。ルキリン、やはり100スタック作るにはゴッドアイドが最強。うん、知ってんだけどさ、ゴッドアイドがないんだぷ。ないんだぷ。その前に、ブラスター4にしないといけないね。ゴッドアイドにしないといけないんだけどさ。カクリさん、ツンクビタカコのために仕入れしても、僕のベルトは仕入れして、仕入れてくれないもんな。デボレカベルトなんて仕入れられるわけないじゃろう。この私に生活民やぞ。イースンさんいらっしゃい。こんにちは。来ていただいてありがとうぷー。嬉しいだぷー。では貿易の後、硬いのを取りに行こうと思っております。カムシリポイント空いてればそれでもいいけど、どうじゃろうね。まあ、あちこち、だらだらとやろうかな。ケチタカコ、いや、ケチじゃない。無理なんじゃ。あ、ゆいさん、コンコン、いらっしゃい。来ていただいてありがとうぷー。今日は貿易の後、硬いのを取りに行こうと思ってます。草むしりなのか、やはり草むしりなのか、エプランは軍需品。ちょっと小幅だけどな。小幅上昇だけど、206% なの。で、ベア村で仕入れる。ルーデさん、ソロでデボレカベルトを掘りに行く。いやー、デボレカベルトって、どこですか？どこですか？狩り場情報。で、ボーレベルト。苦悩だってさ。例えば聞いた気がする。苦悩だってさ。310以上。D400 以上。うん、無理。無理。無理です。タクリさん、94メガで首流した。ありがとうございます。ユキリン、全部生活やって、カタトが何が出やすいか調査お願いします。嫌だ。嫌だ。
それやってる人いるんじゃない？生活ガチ勢で。貿易商人にそれ求めないでください。タクリさん、タカコさんにとってはなんてことない。苦悩の狩り場。いや。苦悩って何？どこだっけ？オドラクシアでしたっけ？苦悩。あ、あそこか。この辺り。あ、これおるんか。あれ？苦悩ってどこだ？あ、これか。これか。ナクシオンの近くの。苦悩ね。あれ？なんか固まった。え？嘘だろ？え？あ、大丈夫。戻ってきた。イースンさん、戦う商品。うん。トルネコの大冒険みたいだね。戦うけど、商人だよ。貿易商人でございます。貿易商人としてこの世界で生きてます。ひたすら馬車貿易です。馬車貿易でここまで来た。本物の貿易商人です。ひたすら馬車貿易でここまで来ましたよ。まだ名称26ですけどね、年内には27になると思う、多分。頑張ってます。いや、もう貿易も同人の人とかもちらほらいるからさ、すごいよね。いやはや。ここは同人目指しましょう。まあ目指したいけどな。なんかさ、あれよ。箱とか、あと、釣りして魚とかさ、あの辺で経験値稼げば早いのは知ってるんだけど、それはちょっと私のポリシーに反するのだよ。ここでガツンと経験値稼ぐのは、別に否定はしないけど、あれ？ベア村、軍需品でいいんだよね。否定はしないけど、私はもう馬車貿易でやるのだよ。本物の貿易商人だからね。タクリューさん、トルネコはタカコさんの親戚でしょ？ほら、猫つながりだし。トルネコの猫ってその猫なの。知らなかったよ。知らなかったよ。ルキリン、なんかごめんなさい。うん、許す。いやいや、全然、箱売って経験値稼ぐとか、魚売って経験値稼ぐとかも全然いいんです。いいんですけど、私はやらないよっていう。ただそれだけです。いや、やらないわけじゃない。多少はやってます。まあでも、箱ガチ勢ではないので、基本的には貿易、馬車貿易で楽しんでます。ルキリン、代わりに本日おやつにアルフォート食べておきます。いいな、アルフォート美味しいよね。もう今日は割と庶民のおやつじゃないですか。いつもの、アフタヌーンティーみたいなおやつじゃないのね、今日は。あ、でもうち、バームクーヘンがあったな。あとで食べよ。あ、この後は、ファーマスで、古木が3往復のグランディーハ2往復が待っている。カクリューさん、馬車貿易楽しんでおりますとか言いながら、配信外ではヒャッハー言ってるんですよ、この人。何のヒャッハーですか。ルキリン、午後の紅茶美味しい、無糖香るレモンを添えて。うん、なんか、お嬢様っぽいな。ルキリン、紅茶派ですか。さすがお嬢様。私はコーヒー派ですね。ネッスル。ネスル、ん？
ね、ね、ネスカフェじゃなくてなんだっけ、カプセルポンのやつ、あれど忘れした、ネスプレッソだ、ネスプレッソのマシーンがあるのでカプセルポンして飲んでます。おっとっと、ヒロさんのバナナが痛いだぷー。ヒロさん、こんねこー、いらっしゃい、来ていただいてありがとうぷー。ヒロさんもこんねこー。そしてレオナさん、レオーナーさん、いらっしゃいませ、こんにちは、来ていただいてありがとうございます。おっとっと、アフさんから、え、レイド、アフさんやってたのか。いらっしゃいませ、アフさんのところから来ていただいてありがとうぷー。僕アフさん裏でやってたのか気づかなくてごめんだぷー。いらっしゃいませ、黒い猫です、よろしくお願いします。ウェイクさん、こんにちは、いらっしゃいませ、来ていただいてありがとうぷー。今日は貿易の後カタトが取りに行こうと思ってます。草むしりなのか、あ、でもあれやんなきゃ、あの赤い羽のウィークリー、それだ、それやろ、なめしだよ、ふふ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 、なめしですよ、なめし、そうだ、それやろ。ジオンジーさん、こんねこー、アフさんのところから来ました。うん、さっきからいたよね。今週まだね、これやってなかった。そういえば。これを、やろう。あれ？これ、あ、クエストは受けていた。ついでに修理しよう。あ、アフさん、あ、サブスクいただきました。ありがとうございます。今月もよろしくだぷー。修理。修理はした。あれ？あれ？旧車版。こっちだ。旧車。あ。いや、でもさ、貿易が終わらんだぷ。そういえば。あ、マックス大佐さんいらっしゃい。アフさんからのパスです。いらっしゃいませ。来ていただいてありがとうぷー。ラビーさん、タカコさんが草むしり。草むしりしようかなと思ったんだけど、なめしにしようかな。ヒヨさん、イノシシのチースってカタトが出してます。血か。血でもやっぱ出るか。マーロクさん、こんちくわー。はんぺん、いらっしゃい。来ていただいてありがとうぷー。ムーンチャイルドさん、こんにちは。いらっしゃいませ。来ていただいてありがとうぷー。ハングルの方来ていただいたので、翻訳を出しましょう。韓国語。よし。これで、画面にも出す。OK。チャビーさん、明日雪降りそう。あ、でもさ、降るところは降ってるよね、もう。なんか富士山も真っ白だし、結構もう雪の季節が来ておりますよ。みやびさん、レイドからお邪魔します。あれ、さっきからいなかったっけか？ムーンチャイルドさん、日本語書けるように準備しています。お、もう日本語でチャットができている。さすがだぷー。イデネッチ、鳥取とかもかなり積もってる。え、鳥取県って寒いの？なんか砂漠あるしさ、なんか暑いイメージだけどね。サンドさん、富士山見える。うん、うちのマンションから富士山見えるよ。もう真っ白。ね、降ってるんだなと思って。真夏は真っ黒？真っ黒っていうのかな？白い部分一つもなかったけど。ハーロクさん、俺は見えるふもとだから。あ、いいですね。カクレさん、貿易民のタカコさん、馬車からでしか得られない栄養でしか生きていけない。何言ってんだ？何を言っているんだ？馬車に乗ってないと死んじゃう病なんですよね。このキャラは。
あ、グランディーハ行きますか。グランディーハ遠いんじゃ。グランディーハね、水没しなくなったんですよ。この自動走行で森の疾走をオンのままで向かいます。キヨさん、黒い鳥取ぐらいあるよね。え、黒い鳥取、何を言ってるのかな。キャビーさん、あれ、サブスク入りました、何も出なかったから。え、なんかさ、チャット欄にシェアするみたいなのあるよね。なんかね、計測だと出ないみたい。私もなんか、人のところでサブスクして、更新ってやったけど、何も出なかったので、あれって思ったことある。ぜひ、更新した方は、チャット欄のシェアっていうところのボタンを押して、教えていただけると嬉しいです。シェアするみたいな、なんかボタンなかったっけ。自分でそれを押さないと出ないのよね。なのでぜひ教えてください。サンドさん、鳥取は豪雪地帯。そうなんだ、知らんかった。なんか砂漠もあるしね。鳥取砂漠、砂丘か。なんか暑いイメージだ。コメントが進んでる。ルーデルさん、自動走行でイケポチャしなくなったのは、いいの情け。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝、感謝プー。カクリューさん、タカコさんは、何？なんとかシステムみたいに、馬車とケーブルでつながってる。なんて読むのそれ。何システム？難しいな。キャビーさん、ああ、そういうこと。そうそうそう。サブスク自分で押さないとね、知らせできないの。なので、ぜひ、恥ずかしがらずに押していただければと思ってます。カクリューさん、一定時間ケーブルが断線すると暴走モード入る。エヴァンゲリオンですかそれ。ルキリン、誰がしてくれてるのかわからないサブスクが永遠にあるよね。ありがとうを伝えれない。そうそう、そうなのよ。誰がサブスクしてくれてるのかって、配信者側からわかんないのよね。なので、教えていただけると大変ありがたいです。なんか、初めてのサブスクの時は、なんか出るんですけど、更新の時って出ないのよね。これなんとかしてほしいよね。ツイッチさんよろしく。ウェイクさん、ああ、落ちちゃった。聞けないね。そうそう。ウェーンはもうなくなりました。チャビーさん、画面更新しちゃったからシェアのボタン消えたかな。残念。ああ、そうか。残念。たまに出てくるんですよね、でも。なんかね、例えば、アフさんのところで更新するでしょう。で、何も出なくて、あれと思って、まあ、いっかと思ってほったらかして、で、2、3日後また配信見に行った時に、なんか更新しますボタンみたいのが出てたりするので、もし出てた時でいいので、教えていただけると嬉しいです。ゆいさん、よし、2回目のブツブツ交換終了、お疲れ様でした。ゆいさん、海洋民でしたね。ルーデルさん、イケポチャ回避は配信者としてマイナス。いやいや、そんなことないでしょう。そんなことはないでしょう。どうか、いや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 。ありがたい、ありがたい。やだよ、もう。本当にさ、馬車水没すると、その後大変なんだってばよ。サンドさん、結構黙ってやってた。そう、サンドさんもね、黙ってやってるので、ぜひ教えていただけると嬉しいのです。もう誰がサブスクしてくれてるのかってわからないんですよ。なんか、そういう配信画面とか見てても。なので、ぜひ、シェアするボタンポチッとして教えていただければ、なんだっけ。
VIP マークも継続しておきますので、適当なタイミングでこのダイヤモンドのマーク消してますので、でも VIP の方、 VIP じゃないや、サブスクしてる方は継続してつけておきますので、ぜひ教えてください。ピオさん、アルフェオンの待ち抜けコースでたまに引っかかるマノス、馬、ムチモチのアドゥ、あのカルフェのさ、ドーサーのとこでしょ、あの橋たまに引っかかるよね。あそこ未だに引っかかんのかな。もうなんかゾウさんのいるあの橋のところで引っかかって止まってることはよくあります。一時期改善されたかなと思ったけど、なんかこの間また引っかかってたりしてキーってなりました。ナーロクさん、バベン、ウマムチ、なんかさ、バベンってなんか嫌い、その言葉嫌いってバベンってなんか嫌じゃない言葉のなんか語呂が嫌いだわ。馬ムチの方がいいサンドさん、そもそも10万ポイントビップだぷ。サンドさん、そうだった。永久ビップだね。ゆいさん、2時間休憩、少しお出かけしてきます。また、はい、いってらっしゃいませ。キャビーさん、ゾウのところの橋は PS4 だと読み込み入って下に落ちる。ほんと？何なんだろうね。なんかあんのかね。ハロクさん、馬ムチモチ。そう、馬ムチモチの方が可愛いじゃん。ピヨンジーさん、馬弁は馬のうんこ。なんか馬弁って、なんか、あんまり言葉として綺麗じゃないじゃん。なんか、点々多く。なんか嫌だ。ピヨンさん、馬弁嫌い同意。うん、なんかね、言葉の、なんか音があんまり好きじゃないな。馬ムチの方がいい。ディオンジーさん、 CM スタート。はーい。そうなんすよ、なんかうまくそなんかさ、汚い感じがしない？言葉のなんか音が。なのであんまり馬弁という言葉はあんまり使いたくないなぁと思っています。ピヨさん、 CM、 はーい。キャビーさん、馬糞みたいね。え、なんか馬糞の方がまださ、言葉のなんか音はそんな汚い感じがしないけど、馬弁っていうとなんかすごい汚い音の音が汚いあまり好きじゃないです、その言葉。単純にそのなんか音の感じが嫌いっていうだけなんですけど。ピオさん、エンド、お帰りなさい。スイッチ CM 入っちゃうんでね、すいません。ごめん、何往復しなきゃいけないんだ、ここだいぶ遠いんですよね。そう、貿易で終わっちゃう気がする今日の配信は貿易で終わっちゃったらごめんなさいです。アタトが取りに行きたいんですけど、貿易が終わらんだぷー、やばいね。よし、馬のムチ、馬のムチでいいじゃんね。馬弁って言わなくても。あれ、失敗した。あ、なんかクエスト出た。ちょっと途中で荷物を積んでから行きます。ラリシャインはここですね。
何社員寄ってこう。はい、よいしょ。ジオンジーさん、 CM のおかげで PS とレッドブルと Google が気合になりました。そしたらあれですよ、サブスクしまくればよろしい。とりあえずAmazon プライム入ってれば配信者一人だけ無料でサブスクできますので、月額500円ぐらい Amazon プライムっていくらぐらいだっけ、年間契約とかで入っちゃったからよく覚えてないんだけど、なんか1年間で入るとちょっと安くなるんだよね。アマプラいいぞ。なんとかアマゾンプライムビデオも見放題だしな。せっかくコメントに返事来そうな時に CM 来て気になるからアーカイブ見直すと読み飛ばされてる時の感じ。ごめんだプー。マジか。マジか。ごめんだプー。悲しい。それは悲しい。ルーデルさん、NHK より安いけどコンテンツは Amazon の方がお得。Amazon の方が、あ、確かにね。NHK はもう引き落としでずっと払わされてる分、まあしょうがないね。ずっとアマプラは入ってます。とりあえずプライムでサブスクできるしな。なんかね、スイッチは結構 CM 入っちゃうからな。 YouTube みたいにスキップできるといいんだけどね。で、仕入れをして、204141、これかな。いやー、このくるっと回転が、小回りが効くようになって本当に良くなった。ありがたや。アマプラはいろいろ便利ね。なんかさ、プライムビデオも見れるし、あとなんか漫画みたいのも読めるし、あとなんかなんだっけ、お届けのなんか早くなるやつもあるし、なんかいろいろ便利よね。あとタイムセールもちょっと早く買えるのかな。なんかいろいろお得よね。配達料無料とか、そうそう、そういうのもある。いろいろありがたいです。Amazon の回し物ではございませんが便利よね。アマゾンプライム、プライムビデオが一番お世話になってるかな。なんか見逃したアニメとか見れてる。なんだっけ、破滅の王国はアマプラで見ました。ジオンジーさん、テレビほとんど見ないしな、アマゾンで買い物しないし、そうか。アマプラはいいぞ、でも。ビデオで見れるから。フエイさん、バナナが痛いだぷ、いらっしゃい。コネコ、コネコスタンプありがとうぷー。フエさん、キノコも痛いだぷー。アフさん、オレオにホットカーペット出してあげた。もう出したよ。なんで知ってんの？なんで知ってんの？見た？もうホットカーペットの上で、デローンって寝そべって、もうダメな猫になってるよ。めっちゃ寝そべってます。暖かいんだろうね。長ーくなってる。猫って結構長いよね。あ、猫ってこんなに長いんだって思う。
ジオンジさん、でも毎日のようにアマゾン語った詐欺メールは来ます。あ、来るね。なんか来る。アフさんに監視されてます。ねえ、なんで知ってんだろう。わかんないよね、アフさん。ルーデーさん、家猫を見ると野生の猫って狂人よね。ねえ、ほんとに。なんかさ、雪降ってる日とかさ、どうしてんだろうねって思うよね。外で生活してる猫すごい。アフさん、あらあら手足伸ばしちゃって。どこにカメラついてる怖いよ、怖いだぷ。みやびさん、アフさん後ろで見てそう。怖いんだけど怖いんですけど怖いんですけど監視カメラあるぞ、どこにどこにある、怖いよ。そう、ホットカーペットを出るともうダラーンってダメな猫になってます。長くなってます。結構長いんですよ、猫。丸くなってる時と伸びてる時で5倍ぐらい違います。もっとかな。ピオさん、後ろのアフ太郎、怖いよ。何のホラーですか？やだ、やめて。怖い。怖いのは嫌いだよ。タビさん、外出中にペット見るやつとか置いてたり？あー、ペットカメラか。うちはないですね。ジオンジーさん、オレオくんの目とアフさんの PC ってつながってるんでしょ？そうなの？だからお風呂入るといつもオレオ入ってくんの？どういうこと？アロクさん、アフさんスナイパーだからスコープ越しに熊本から東京までスコープで見えんのか。恐ろしいな。キャビーさん、ハッキングしてペットカメラから見るとかあるみたい。怖いね。ペットカメラうちは置いてないですね。ルーデーさん、冬彦さんを思い出すレベル。冬彦さんってなんか一時期流行りましたね、そういえば。何でしたっけ、なんかのドラマで。なんか、おっかない夫ですよね。ピオさん、アフロの後ろに立ってはダメだ。ゴルゴ13か？ずっとあなたが好きだった。そんなタイトルでしたっけ？マザコンの人だっけ？あ、そうマザコンの人。なんか、一時期すごい話題になったよね。冬彦さんって流行った。なんか、懐かしいな。だいぶ前じゃない？佐野史郎さん、そう。そう。なんかあの人もそのイメージついちゃったよね。役者さんって大変よね。佐久千佳子さんと共演。そう。懐かしいね。すごい流行ったよね、あのドラマ。私見てなかったですけど、冬彦さんは知ってた。さて、グランディーハ。あの人だから怖いのかもね。役者ってすごいよね。安住史郎さん、誰？安住史郎さんって誰？この人知らないぞ。安住って読むのかな？読み方合ってる。麻生史郎さんか。安住さん。佐藤史郎さんです。あ、佐野史郎さん。佐藤史郎って誰で？佐野史郎さんです。そうそう。役者さんってすごいよな。あ、グランディーハ、最後だ。
安城、あ、安城って読むんだ。へえ、なるほど。確かに、安城って読めるね。難しいね、人の名前って。珍しい名前の人は、なかなか大変よな。なかなか呼んでもらえないというか。難しい。安城さん。ああ、グランディーハが終わり、この後は、保木か。え、買うものは買ったよな。エレンディア3カ所と、カルフェ2カ所。エレンディア3カ所とカルフェ2カ所買ったから、あとは、保木さん往復したら終わりか。だいぶ、かかるな。ファーマスリビアは距離があるからなかなか大変じゃ。大変なんじゃ。この後、ようやくカタトが取りに行ける。どこ行こうかね。あ、あれだ。なめしだ、なめし。いや、でもさ、なんか、バッグ作るの、大変だよね。ゴッドアイドもさ、結局ブラスター4にしなきゃできないし。で、ブラスター、これか。覚醒武器、一応作ったんですけど、できる気がしねえ。できる気がしません。かといって、今装備してるやつを叩こうとも思わないしな。ブラスタでスタック貯める。やっぱり？それやるしかないか。やるしかないのか。記憶だよね。記憶は、6234個ある。まあ、できなくはないか。もうちょっと貯めたいな。硬いもさ、3000ぐらい貯めておきたいよね。今、1000ちょっとしかないから、ちょっと在庫が心もとない。アウさん、記憶とクローンはいらん言うてたやないですか。 まあ、強化をしない時代のセリフだよね、それ。強さめっちゃある。ある方ですか。ディオンジさん、スタック作るように持っていたゴッドアイド補助新産を面白半分で最高値で取引、最高値で取引所に出しておいたら売れてしまった。売れてしまったのか。それは残念だ。まあでも、良かったのでは？結構なお値段で売れたんじゃない？補助武器でしょ？どれぐらい？どれぐらいで、補助武器。まあ、なんでもいいや。ブラックスターの、なんでしょう？約 3G。あ、でもそんなもんか。3.2G。購入待機1件出て。まあ出してたら売れそうだよね。まあ出してたら売れるかも。 そうか。売れてしまったか。でも 3G やで。
いやどうしたもんか。このうちでもスタック貯める配信とかもしよう。おかしいな、私貿易商人なんだけどな。おっとっと、あ、新規フォロワーさん来ていただきました。そして630人目のフォロワーさんですね。 You are better dad、 あなたの良い父ですね。 You are better dad さん、いらっしゃい。フォローいただきましてありがとうございます。630人目のフォロワーさんです。ありがとうございます。嬉しいだぷー。あ、ポテコさんもいらっしゃいませ。来ていただいてありがとうぷー。フォローありがとうございます。嬉しいだぷー。黒い猫と言います。よろしくお願いします。やったー。フォロワーさんがまた増えた。嬉しいだぷ。そして700名フォロワーに着々と近づきつつある。まだ先だけど。そしたら700個また叩かなきゃいけないのでね。少しずつネックレスも集めていかなければなりませぬ。ガイピンも行かなきゃな。だけど700個叩くためのバックがないんじゃ。悪夢の700、そうだよ。絶対やりたくないと思ってた700、結局やることになったからさ。だいぶ集めたよ。あともう少しで700個集まる。安い時に買いながら自分でもちょっと集めつつ。まあ、外品はちょっと死ぬリスクもあるから。あの、あっち、砂漠のヒストリアだっけ、あっちで主に飼ってますけど。キヨさん、アクセ叩きのために貿易を続ける自転車操業と、なんか貿易で稼いで、で、ネックレス買って、みたいな。だいぶ貧乏になりましたよ、ほんとに。貯金がほぼほぼなくなりました。どんだけツンクビ買ったんだろうね。恐ろしや。もう2000個は買ってますね。通算。やばい。だって今度700叩いたら2200個ですよ。恐ろしいよね。200個ですよ。鳴く耳はまだ300個ですけど。まだとか。マルチャー？あ、違う。お直で古木行こう。ジオンジーさん、そうやって経済を動かしてるんですね。サスタカコ、商人の鏡、エヘンドヤ。うえぇ。エヘンドヤ。悲しい。なんか嬉しくないだぷ。成功したいんだ。いや、違う。もう、600、700はね、いいんですよ。イベントだから。壊れてもいいんです。あわよくば、できたらいい。と思っているが、さすがにちょっと、お金がない。どちらかというと、泣く耳は早く作りたいと思っているが、100個集まるごとに叩いていってもなかなかできる気がしません。まあでも、スタック100はちょっと、作っていかないといけないので、そのためにも、硬いが必要で、やることいっぱいだぷー。アフさんとかめっちゃ強化してるけど、スタックどうしてんだろうね。カクリュウさん、ムスタックで叩けばよろしい。嫌じゃ。そんなのは嫌じゃ。勘弁してください。嫌じゃ。ムスタックはね、700個ムスタックで全部やる？もう。であれば、もうスタックがなくてもなんとかなる。まあ、それはそれでありか。それはそれでありです。
ストック、嫌だ。700個集めたら V チャレしたいだぷ。700個ムスタックで叩いてるところ誰が見たいですか。やっぱり V チャレしてるところが見たいじゃろう。そして V チャレギャーってなってるところが見たいじゃろう。なので頑張るのだよ。なんとかね、補助武器もあれなんとか4にならんかの。あれ補助武器4にしたらなんかクエスト受けてゴッドアイドに交換すんのよね確か。キヨさん、それは戦場に裸で突入するぐらいにグロい。V チャレは人の見ててもドキドキするね。そう、人の V チャレもドキドキしますよね。でも結構みんな通すよね。いやすごいなと思って。割と配信で通してる方多いのでみんなすごいなと思ってます。なんでそんな通るんやと。私はなかなかできる気がしない。どうしたらいいか、どうしたら通りますか。悲しい悲しい、通らないだぶ。いやー V はね通らないんだよ。配信者の皆さんおかしいです。あんなに簡単に V 通すなんて、なんかおかしい、間違ってる。それが普通だと思ってはいけません。 V は通らないものなんです。ルキリン、ムカつくぞ。なんかどうやってる人がいる。そう、そう、でもルキリン最近通したのってマスカンでしょ。でもマスカン通ってよかったね。やっと次のステージに行ける。ずーっと通んなかったもんね。2年越し ?3 年越し知らんけど。ようやく通ったので、それはそれで良かったと思います。いや、でも次さ、700は、どうだろうね。年内は多分700名フォロワーいかないと思うので、多分年明け、になろうかとは思いますが、ここでまた700個消えたら次800でしょ。いや、やりたくないよね、本当に。絶対やりたくない、800とか。まあ、うんくび V になるまでやるけどさ。ルキリン、叩いた年月はブラスト来る前から。一体何年叩いてんだ。カバチョさん、こんにちは。いらっしゃい。来ていただいてありがとぷー。今日は貿易をしています。貿易終わったら、硬いの取りに行こうと思ってたんですけど、貿易が終わらんだぷー。ルーデウさん、目指せ1000。ほんとね、なんか、このまま行くと、1000集める羽目になりそうな気もしないでもない。いやあ、恐ろしい。やばいね。なんか V は通らないしさ、ラウラウの心臓はもらえないしさ、ガーモスの心臓ももらえないんだぷ。なんか、一個ぐらいいいことあってもよくないか?どうだぷ?ガモシンが欲しいな、一番。まずは。でも、週に3回行ってもさ、全然くれないんだ。カバチョさん、硬いは狩猟ですか?なんか、草むしりがいいってみんな言ってたけどね。
ひよさん、タカ子がセンチになっとる。おセンチタカ子です。しょぼーん。でも、なんだっけ。赤い羽のウィークリーのクエスト、今週まだやってなかったので、なめしでもしに行こうかと思ってます。飛翔の粉末でしたっけ？あれもなんか出やすくなったとかなんとか。サンドさん、タカ子、涙が出ちゃう。だって女の子だもん。苦しくったって、悲しくったって、泣かない。ひどいわー。だってさー、ねいいですね、出やすくなったので。そう、出やすくなったらしいっすよね。ちょっとその辺もどんなもんか試しに行ってみようかなーと。飛翔の粉が出たらいいな。5つですよね。北部小麦農場のイノシシの血をすすっとります方とか、あの辺か。割と出ます。もう血はもうだいぶあるからな。ティヨンジさん、アタックナンバーワン、世代がバレるぞ。もうバレてるじゃろ。マーロックさん、出やすいけど妖精の息吹が出にくくなったな、伴奏弦に関しては。なるほど。妖精の息吹ってなんだっけ。これは、あ、ダリシャインで交換できるやつか。貢献度経験値900。なるほどね。カバチョさん、近畿やって記憶集めてます。近畿って、近畿？あ、赤い本？かな？メディアの。ひよさん結構出ます。あ、そうなんだ。血で？キャビーさん、硬いは採集してれば結構出るけど、尖ったがね、まあ尖ったより硬いが欲しいんですよね。ひよさん、妖精の息吹めっちゃ出ない。デイリー、7日 ?5 日 ?7 日デイリー、1週間やって1個も出なかった？こんな感じ？カバチョさん、そう、あ、メディアのやつね。なかなかでもさ、メディアのあの赤い本って集まんなくないですか。硬いなら狙撃かー。そう、確かに狙撃やってる時は結構出てた。確かに狙撃ー。狙撃ね、もう朝の国から引っ越しちゃったぷー。今なくすようにいます。狙撃ね、森の結晶集めてた時は狙撃頑張ってたけど、もう16個できたのでやめちゃった。でもなんか狙撃の後にさ、普通に狩猟をやったら、狩猟めっちゃ楽って思うよね。ダリシャイン寄ってきます。ダリシャイン。あれ？ダリシャイン。ダリシャイン。よいしょ。カバチョさん、ハンターの印象いっぱいもらえるので、交換で硬いも集まって良き。え、ハンターの印象ってこんなあったっけ。え、あれ、カリウドの証か。ハンターの印象ってなんだ。ハンターの印象って、ハンター、あ、これか。あ、これか。え、これって
で片トガと交換できんの？ブラックストーンじゃなくて、あ、片トガある、あるね、あ、ある、ラフネデルーチのところに持っていくと以下の依頼を爆で交換じゃないのか、あん、これは何です、なるほど、これで交換するのもありだな、ありだな。ピオさん、デイリーで2日出なくて、ウィークリーが先に、マジか。マジか。そんなことある。キャビーさん、ナクシオンでも十分で。そうよね、狙撃じゃなくて、狩猟でも割と出ますよね。ウェイさん、7セット？なんだって？推奨枠140もなりません。そう、なんかさ、生活推奨、16使う、16全部使うじゃん？なんか足りないよね。マロクさん、妖精の息吹のデイリー毎日やってて、この前のメンテ前は5分から10分で終了してたのが、メンテ以降90分かかって、次の日も50分かかって終了しないので、試しはデイリーでやるのはやめた。出にくくなってんだ。どうしても欲しいときはハンターの印象で交換。それありですね。ハンターの印象は集めないとね、需要はある。確かに。ありですね。デイリーなので時間かかります。うんうん。地味に取引所の予約しててもいいかも。え？ハンターの印象？売れんの？売れんの？これは売れないよね。カタトガオってことで。キヨさん、カタトガオ。うんうん。でもさ、自分で調達したいんだ、私。お金ないからさ、買ったら負けだと思っている。自力で調達する、自力調達の女だよ、私は。よほどのことがない限り、買いません。この間さ、ガイピンで、水晶実は割っちゃってさ、極み、なんだっけ、マッカールロード。その後、ガクツナック取りに行って、自分で全部作ったさ。え、変度や。熊の肉さん、いらっしゃいませ。こんにちは。叩くアクセも自力調達してるんですか？うん、それは無理だね。さすがに。ネックレス、泣く意は勝てます。いらっしゃいませ。来ていただいてありがとうぷー。サンドさん、自立した女なんやな。え、変度や。そうや。でもアクセは勝ってます。さすがに、700個とかは無理。あ、ポテコさん、ガイピンでマカロはつけない気がする。え、そうなの？そうなんだ。じゃあ間違ってた？なんか私の本気セットがマカールロード4つつけるやつなので。なんかそもそもが間違ってたのか、じゃあ。え、ガイピンってみんなどういう推奨構成で言ってんだろうね。まあでも、ガチ勢の方の真似してもな、同じようには枯れないからな。イレネチハンター印象3200、あ、3万2000個すげえな。下駄がすげえ。サンドさん、えへへ。ヨンジさん、使うことない。うん、ハンターの印象なかなか使わないよね。ハルクさん、ワールドボス通えばハンターの印象はもらえる。まあそうなんだけどね。ペタンさん、武力武力武力
そうそう、武力はさ、ベグがくれるよね。モグリンいらっしゃい。こんにちは。私は極みふむ。ふむは、あれ、防御の方だっけ？蹴るならふむ。あ、そうなんだ。ふむね。ふむセットか。そうか。違う。ふむ。ふむ。これは、あ、ダメゲン。回避。ははー。ふむか、ふむふむ。来るか、ふむ。四つ。ということは、ガクツナックが四ついるってことか。大変だな。後集めに行くか。ヒヨさん、カルフェオン貴族ドレス、女子色全部11着作ったきつかった。お疲れ様でした。すごいな。次は男子色ですか？モグリン、ガイピン地下一斉モブが動くとき、事故あるんで予防で。なんだっけ？なんだっけ？絶望だか、なんだかのやつ、倒した瞬間、みんな一斉に動くやつだよね。黄色いバフがつくときの。ポテコさん、フムもつけない気がします。あ、そうなんだ。なんだろうね。死んでも泣かないセットか？私もさ、死んでも泣かないセットで言ってたんですけど、やっぱ、強いやつで行くかーと思ってさ、そしたらやっぱり割っちゃってさ、やっぱり死んでも泣かないセットで行くしかないかな。ユキリン、黄色いバフは絶望じゃなく滅亡。似てるんじゃ。どっちがどっちかわからんのじゃ。絶望、いっぱい湧くのが絶望か。なんかもうわけわかんなくなっちゃってさ。しかもなんか夜になって暗くなって、気も強くなって、わーんって、死んでパリンしちゃったよね。うわーんってなった。やっぱ夜は行っちゃダメだ。気をつけよう。夜のガイピン。よほど強い人じゃないとパリンする。なので安全策取って、あっちの砂漠のさ、なんだっけ、ヒストリアか。あっちでネックレス集めることにする。ペタンさん、ガイピン地下行くときって洞窟の中も馬車で移動するんですか？いや、さすがにしない。グラナに馬車止めて、ワンコに乗って移動します。アウさん、あなたはギルドの希望です。何言ってんの？何を言っているのかな？何を期待されているのかよくわかんないんですけど。どういうこと？急にどうした？アウさん。ガクツナック4つか。あれ、なかなか出ないんだよな。ハーロクさん、希望です。どういうこと？何を？ 何？なんですの？なんですの？みんな、どうした？何を期待されてる？ごぼうです。ごぼういいね。ささがきにしてお鍋に入れてもいいしね。きんぴらにしても美味しいよね。脂肪です。それは嫌だね。それは嫌だね。大喜利大会が始まってしまった。チンピラ怖いよね。そうだね。チンピラ嫌だね。みんなの希望、タカ子さん。ありがとうございます。何を期待されているんだろうか。ちょっと怖いんですけど。カーマス。あ、ラストランですね。ようやく。ようやく。
ラストランです。やっと始められるよ。おめえやよいしょに弱いタカコさん。うん、その通りです。えへへだぷ、えへへだぷ。ジオンジーさん、ちょっと用事片付けてきます。入ってらっしゃい。三等兵さんのバナナが痛いだぷ。アオさん、薄化粧でも美人。どういうこと？どういうこと？どこで見てる？ルナさん、あ、いらっしゃい。チャオチュール、来ていただいてありがとうぷ。今日は貿易ですが、もうすぐ、間もなく終わります。その後は、なめしに行く予定です。フエイさんのキノコが痛いだぷ。モグリン、タカコ、お前が、青楽の柱になれ。手に振りなの？ん？何？何のセリフ？何のセリフ？鬼滅？違うか。ティオさん、大海原、貿易に加え、学問の知識コンプ間近。お、すごいね。知識は大変じゃ。キャビンさん、アフさん通報しました。ありがとうございます。モグリン、テニスの王子さん。あー、そっちか。ごめんね。わかんなかった。アフさん、ありがとうございました。タクリさん、タカコさんはブルームさんの柱稽古受けないとね。いやー、無理無理無理。あの人のレベルには、なれないよ。あの人ちょっと別次元だからね。無理無理無理。足元にも及びません。無理無理。生きてる世界が違います。残念ながら。私は私のペースでやらせていただきます。いや、恐ろしいよ。ブルームさんは別次元で生きてます。近づくことすらできません。いやいや、お、あれ、なんか外ピン、マカールロードの人がいますね。やっぱりギルチャでもガイピンの推奨構成の話になってる。アフさん、ムス柱のブルームズさん。ムス柱、どういうあれですか。子猫さんいらっしゃい。ルーデーさん、迷子スキルは鬼物軸。いや、そうなりたくてなってんじゃねえや。シャルトリューズさん、子猫いらっしゃい。来ていただいてありがとうぷー。西白馬さん、こんにちは。天井ある限り、いつかは追いつきます。安心してください。履いてます？子猫さん、子猫スタンプいっぱいありがとうぷー。シュナさん、外ピン、ずっとこもってる？買ってる？あ、外ピンずっと買ってる？外ピンはね、もう私にとってはだいぶ手伸び狩り場なので、死なずに帰ってこれたらよく頑張ったです。まあ、フムも4種類作るか。でもなんか、回避とか、ダメゲンとか、ああいう、防御とか系のセット、作ってもいいかもな。ウェイさん、ガイピンなんて楽勝。いや、あなたは楽勝でしょうけどよ。ルナさん、バルキリーちゃん、あと 43% で64。うわぁ、43%。
今外ピンで1時間かかったらアクセ5つ出ました。あ、ポテコさんも5つ。なんかさ、さっきカクリュウさんもネックレス5つにベルトが出てどうたらこうたら言ってたよね。みんなすごいな。でもそれってさ、あれでしょ、あ、ハイデルじゃないよ。めっちゃ効率出せる人がどんぐらい出せるってことだよね。多分私ね、皆さんの半分ぐらいしか晴れてないので。パクレさん、ガイピン何それ、美味しいよ。うん、美味しいのか。ウエイさん、僕 21K しか出せない。どういうこと、どういうこと。ゴミ泥、ゴミ泥。でも2万個ぐらい普通に出すでしょ、みんな。ハーロックさん、ルート狩りしてない。タカコさん、え、ガイピンってさ、もうなんか、あの、赤とか紫とか青とかの順番で狩るやつでしょ。ルナさん、1万8000です。はい、いやー、1万8000も全然いかない。私1万ちょっとぐらいですよ多分。だから全然、あの、ガイピンで普通に飼ってる人の半分ぐらいしか飼れてないんですよね。だからまだ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 行っちゃいけない気がします。うすしおさん、こん、いらっしゃい、来ていただいてありがとう。ぷー、こんにちは。もうすぐ貿易が終わります。ラストランですね。その後はあれやろうかと、なめしよう。サンドさん、ゴミ泥を増やす方法でもあるんですかねえ。まあ、多分なんかみんなアグリス入れたり、なんかこれ2段階したり、いろいろやってるんでしょうけど、どうなんでしょう。西白馬さん、まだ狩る順番間違えちゃうレベルです。はい、私もよく間違えます。なんか赤殴ろうとしてるのに気がついたらピンクが動いてたとかさ、なんかそういう感じ。多分ワンコが殴っちゃうんだろうな。まあそれはそれで可愛いからよし。あまり効率とかを考えずエンジョイ勢なのでね、そこんとこよろしく。うすしおさん、さっき名称火縄銃完成した。おお、おめでとうございます。ついにやりましたな。で、あとはラウラウの心臓で改良だね。なかなか出ないけどな、ラウラウの心臓。いつになったら出してくれるんだろう。いいね、名称火縄銃、狩猟がはかどりますな。アーロックさん、よろしく。メカドッグ、メカドッグじゃないよ。生身の犬だよ。うすしおさん、うー、改良。うん、頑張ろう。ラウラウ頑張ろう。チュナさん、同じくエンジョイ勢。あなた相当狩りガチ勢じゃないですか。うすしおさん、タカコさん、狩猟します。はい、しますよ。この、うちのゾンビのランが狩猟担当で、今、泣く仕様にこもってます。この子が一応、これ名称火縄銃持ってますね。あの、改良はできてないけど。チカさん、よし、いらっしゃい。カクリュウさん、エンジョイ勢。あなたは相当ガチ勢だよね。チカさん、言ってセリフ投下します。来たよ。チカさんのために作ったよ。うわー、来た。何、ちょっと待って。シャルトリューズさんもエンジョイ勢。どうなん?審議。それ審議。だって、どうやんだっけな。では、チカさんのせ。お祭り楽しかったね。え?私と一緒だったからって。もう、そうそう、この後花火だって。花火綺麗で好きなんだ。君のことも好きだよ。何このセリフ。
のセリフよくわからん。チャビーさん同じくエンジョイでね。シャルトルユーズさん、なんでワイだけ新規なの。カクリューさん、タカコさんに無理難題を言って楽しむエンジョイ戦、そっちかい。うすしおさん、草。サンドさん、あいたたた。ウエイさん、何これ、わらわら。何これよくわからん。風が吹き抜けた、寒い。チカさん、責任取ってください。なんだこれ。バナナが痛いだぷー。どうしてくれるんですか、チカさん、この空気。責任取ってください。みやびさん、ちょっとよく聞こえなかったからもう一回、嫌です。嫌です。まあ、言ってポイントはこんな感じで使います。エコーかけて喋りますんで、よろしくお願いします。あ、貿易終わったんで、ようやく、なめしに入れますね。サンドさん、棒読みが良くないんだよな。そんな、みんな、要求レベルが高いぞ。キャビーさん、ポイントいっぱいあるから、アンコールしようかな。お好きに使ってください。好きなように使ってくださいませ。やべえポイントをオープンしちまった。やべえやつあれしてしまったな。言ってポイント、新しいやつです。配信1回あたり距離1回です。一応あれ、これ CT も確か出てた気がする。CT30 分あります。はい。連投はできないようになっておりますです。はい。うすしおさん、1000ポイントお手頃ですね。そうですね、もしよかったら30分後に使ってください。キャビーさん、残念。はい、 CT30 分あります。連投できないようになっております。そうそう使われてたまるか。だいぶ恥ずかしいぞこれ、セリフによっては。吉尾さん、 CT や、はい、 CT あります。30分長すぎなら、ちょっと初回サービスで CT 短くしましょうか。ちかさん、セリフ考えるのも大変なんだよ。この地下産系のやつは大変だろうがよ。じゃあもう今日だけ CT5 分にします。はい、 CT5 分に変更しました。出血大サービス。吉尾さん、 CT5 秒嫌だね。連投するでしょこれ。CT連投できたらいいのにね、子猫さん。嫌です。嫌です。一応 CT0 設定はできるんですけど、やりません。石白馬さん、拍手ありがとうございます。サンドさん、お友達の小説家の人に考えてもらおうかな。やめて。やめて。あまりひどいセリフは棒読みで読み上げるよ。恥ずかしいなもう。まあ、好きに遊んでください。頑張って、感情込めて読み上げます。ペケさん、うんこうんこうんこ。あざまーす、あざまーす。あざまーす。ひどくないのに棒読み。え、結構頑張って読んだんだけど。棒読みか。結構頑張って読んだんですけど、今。さっきのって感情あったの？うん、あったよ。あったよ。頑張ったよ。だいぶ頑張りました。みんな要求レベルが高すぎくんなんだ。プロの声優さんレベルを求めないでください。私、素人なので。うすしおさん、あえて棒読みなんですね。わかります。ありがとうございます。いや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 。
頑張ってあの程度です。いや素人の配信者なんでそんなもんですよ。プロの声優レベルを求めないでください。頼みますでも頑張ります。みんな要求レベルが高すぎくんですわ。ほどほどに、ほどほどに遊んでください。カバチョさん、私は硬いのが欲しいので、お腹いっぱい。硬いのが欲しいので、お腹いっぱい。硬いのが欲しいんですよ。4時半か。ちょっと薄暗くなって、ああ、砂漠の世界、もう夜来ますね。おう。では、最終服か？ちょっと嬉しそうに言ってるようにも聞こえたけどな。どういうことか、プー？なめし、なめし。最終服？最終服、この子が着てたかな？この子ですね。着替えよう。着替えよう。この、あれ？残り3秒。タルも必要かな。よし来た。すしおさん、キャラ選択画面化け物揃いですねそうかい、そうかい、そうかな。みんな可愛いかろう。頑張った。キャラメイクのたまものダップ。この子、この子のこれを受け取る。で、いたたたた、子猫さんのバナナが痛いだぷー。仮装パーティーにびっくりした。そんなことない。インディアンいるし。インディアン、インディアン嘘つかない。あ、この子か。あの、はい、そうですね、バルキリー。可愛かろう。動かしてる人が一番化け物かも。ひどいな。今日まだ投げてなかった。ありがとうございます。たかこさんのリアルメイクを再現してるんじゃないの？その辺は想像にお任せします。だいたいたかこさんの出勤の格好。まあ、その辺は想像をお任せします。ハロウィンだったもんね。そうだね。ハロウィンでしたもんね。あ、ルックをしょう。そんで、ご飯入れて、こんなもんか。エリカをやるぞ。衣装の粉がね、どんぐらい出るかですよ。ホタル。ホタル。ホタル使っとき。これから夜が来るので。夜が来る。夜が来る。なんか遅いな。こんなもん？あれ？こんなもんか？こんなもんか。アムロ。は。は。あ、アムロちゃん？を意識してないです。
識しないっす。小樽ってきっとルーですか。アタニスホタルです。ちょっと暗くなるのでね、画面が。ちゃん、アムロちゃんね。アムロ並合。懐かしいね、アムラ。アフさん、アフロさん、監視してるんでしょうに見えた。うん、もう病気だね。病気だね。サクレさん、今の1時間、ゴミ2454、サプラス120個、粉106、アクセ、首1、ベルト1、すごいね。やっぱさ、ゴミ泥2万出せる人じゃないと、やっぱアクセもそれなりには出ないってことなんだよね、きっと。そういうことだよね、きっとね。やっぱさ、まだ、私にガイピンは早かった。何か砂漠、美味しいイベント来た？今は錬金ですね。私あんまり頑張ってはやってないんですけど、錬金が美味しいでございます。あとは栽培が 100% アップ？経験値。錬金栽培来てますね、今。夢の2万。ねえ、すごいよね。ゴミ泥2万出せる人は。やっぱ、それぐらいできないとガイピンでは勝っちゃいけないということ。私にはまだ早かった。カバチョさん、牛乳も来てますね。そういえば。乳搾り3倍。次の配信で言ってもらうセリフ考えよう。怖い。怖い。もうこのボタン引っ込めようかな。畑に高く植えよう。どういうこと？畑に私植えても私は生えてこないよ。あ、夏川さんいらっしゃい。なんか可愛い猫の動くスタンプありがとうございます。大ピンチカはバグで色出るのが遅い時あるから、銅像の形で覚えました。え、そうなの？色出るの遅い時がある。マジで？それで死んでたのかな？うすしおさん、牛乳来てるんだ。サブキャラでもぎってこよう。そう。牛乳来てるっぽいです。夏川さん、こんばんは。いらっしゃい。今日は、貿易が一段落したので、ちょっと、舐めしてます。衣装の粉？いや、違う。本当はあれが欲しいんですよ。硬い。硬いのが欲しいんですけど、ついでに衣装の粉も狙ってます。2倍になるかもしれない。パキンパール。あ、そうそうそう。なんかパールが、実質半額？プラスワンみたいなやつがね、買いました、皆さん。で、さらに、割引クーポンもついて、かなりお得でしたね。エチチなのはやってないのに。え、どういうこと？お洋服があったかそう。そうそう、もう冬だからね。ちょっと、冬の装いにしてみました。天眼？いや、天眼は狙ってないです。つまり、この猫は、なめ猫です。懐かしいな。なめ猫って昭和だよね、だいぶ。アグリス衣装を買わないと、アグリス衣装、あれね。バイバイの。なめんじゃねーこ。なんか言ってるし。どの道課金するならと1万5000円課金しました。おー、やりますなぁ。やりよる。まあでもね、こういう時に買っといた方がいいよね。どうせ買うなら。安い時に。ひよさん、天然物の
山人取れたので行動力今739になってるので、めっちゃ好感度アタック、おーすごい739、あ飛翔の粉2個取れた、やったぷ。そういえばペットが違ってた、最終モードに変えましょう。いいね、これいいね。ねえ、なんかあの高麗人参みたいな見た目のやつよね、確か。パルティアン50連で記憶296個、ハンターの印象343個。何カルティアンってなんだ、なんだっけカルティアンって。カルフェオンなら知ってるけど、カルティアンってなんだ。カルティアン、カルディ、カルディはコーヒーショップよね。カルディのファンはカルディアン、カルディアン。イベドル？エロ本のやつ？近畿5個でできる呪術書。あー、エロ本のやつか。なるほど。あれを50連。なるほど。で、記憶が296個。あ、いいですね。300個近く出るのか。近畿、うんうん、赤い本ね、通称エロ本。なぜエロ本と言っているのかは知らんけど。硬いのあんま出ないな。そんなもん、そんなもん。エロ本たまりにたまってる。え、エロ本って何でたまるの？メディアでしょ？あんまりメディアって狩りしなくないですか？なんか、ここだったら割とあっちの方だから、あ、溜まってくるけれど。ユキリンが教えてくれる？自分はクラトゥカ、あ、クラトゥカか。あの洞窟のさらに奥のあそこね。クラトゥカって何狙いで行ってます？え？ラウラウ？あれ？ラウラウだ。ラウラウだよ。マゴニかな？とりあえずマゴニ移動しましょう。マゴニ。あ、メディアじゃない。危ない。マゴニ。私は昔狩りしてて、今バレンシア。エロ本93しかなかった。むっつりじゃないよ。むっつりじゃない。むっつりじゃない。がっつりですね。ここにだけですね、今報告があるのは。この類のものってあんまり貯めるとやる気なくなるのよね。そうなのよね。わかります。たまりすぎも良くない。ほどほどに消化しましょう。近畿とツンビミと来店ネックレス、刺激欲しいから異物。異物？異物って、あ、異物溶かして光明石ってこと？
なるほど、そう、そうか。なんかでもさ、貿易してても結構あの突発クエで異物もらえるんすよね。今は巻物がたまりにたまってます。巻物？巻物って何？異物突破狩りは、異物は消毒？何？いっぱい出ます。そういえば巻物で思い出した。この子のこの巻物もらおう。これを買っておく。なんかもらった。いっぱい出ます。巻物は、あ、コゴね、コゴ、うん、コゴはね、あのなんだっけ、シクライアとか行ってるといっぱい出るよね。私もコゴは持ってます。もう多分250はない気がするな。コゴ250集まったら配信で視聴者さんと一緒に噛んだ視聴者さんと一緒に消化でもしたいなと思っています。シクライアでは、でも、あれ？シクライア？あれ？あの砂漠のポータルから入るところ、あれ？シクライアじゃなかったっけ？なんだっけ？あれ？シクライアじゃなかった？あ、ヒストリア、そうそうそう、全然最後のあーしか合ってなかったヒストリア、そうそう、ヒストリアです。間違えちゃった。悪魔。そう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 。悪魔はヒストリアね。記憶力が。なんかさ、シクライアって名前がパッと出てこないのよね。いつもね、なんかヒストリアと間違って、ヒストリアとシクライアってなんか、似てるじゃん音がいつも間違っちゃう。あれ、どっちがどっちだっけってなっちゃうんですよね。えへへだぷ。パール商店おすすめなんですか？フェンスじゃないですか？フェンス、パールです元も子もね似てるのか。似てるね。うん、似てるでしょ。シクライアとヒストリア。なんか、フェンス楽しみね。私、まだ3つしか買ってないんですけど、まあ、そのうち、あの、入れ替えます。でもさ、私、まだ、フェンス 10個設置してなかったので、あ、これを機会に畑増やすのもありかなぁとも思っている。貢献度80をお金で買います。そういうことよね。デヨンジーさん、レンコンのきんぴら仕込み終了は、あ、いいですね。レンコンはいいですね。仕込んば何しようかな。まだ何も考えておらん。1632ラウラウ、孫に C さん、出勤1647。5分前通知が出たら移動すればいいか。まだだよね。食いたいね。レンコンのきんぴらうまそう。何気にナデルの帯も初めて 30% 引きなの。あ、マジで？最近強化するようになってさ、あのナデルのありがたみがよくわかる。ブラックフライデーのパール箱全部買ったから、いつでもフェンスと栽培、衣装変える。すげえ。みんなお財布の紐がゆるゆるダップ。あれ？
落ちた。ひどい。なんてこった。落ちてしまった。ひどいだぶー。落ちたかこ、うん、落ちちゃった。今回のパール商店、真面目にパール購入をすすめね。あれ買うと当分パール買う必要ない。そうそうそう、実質半額ですからね。今回だいぶお得ですよね。おすすめだと思います。パールそのものがお得になってるの。そうそう、そうなんすよ。2倍ついてきます。なんて言ったらいいの。パール自体が半額で、さらにおまけもついてくる。そうそう、そうそう、そうなのよ。ペケさん、半年くらいまともにやってないのに、やってないの、500パールくらいある。500パールか。いいな。ください。羨ましいだ。ラウラは孫にだったよね。よし、これで戻ってきた。ラウラ、電車チケットにしようか。電車チケットいらんだぷ。電車チケットはいらんだぷ。孫に C さんだそうです。何分だ ?5 分前通知もう出ました。まだまだかな、まだかな。そう、ここにもう人が消えてるってよ。まだ、ありがとうございます。あ、出た。5分前通知出ましたね。じゃあ行きますか。行きましょう、行きましょう。ラウラウ、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 お猿さんだよ。猿じゃないよ。サイ、サイだから、おさいさんだよーですね。うん、そうだ。おさいさんってなんだ。おさいさん、ね、おさいさんだったね。ラウラウ、ラウラウ。わー、白点がすげーことになってる。これ一瞬で終わるやつだ。すごいね。孫に C さん。ライオン、ダサイでも打つか。D4G さん、旦那にパールがお買い得なんだって言ったら、多分真珠のアクセと勘違いしたみたいで、お小遣いくれたから黒サバのパール買っちゃいました。嘘は言ってないもんね。嘘は言ってない。うん、良いと思います。ラウラウ、47分ぐらいかな。寿司屋さんやりよる。うん、お主やりよる。嘘。嘘言ってないから大丈夫。裏切りではない。だってパールだもんね。
なんかさ、狩猟のがカタトが出る気がするな。ライオンいた。ライオン、ライオン。サクリューさん、さすが絡めてのベテランさん。うすしおさん、せっかくだから私も期限切れる前に買おうかな。たかこさん、もう買った？え？何を何を？パール？パール買ったよ。やっぱ狙撃よ。狙撃だね。最終道具は何を？銃は、名称火縄銃でございます。パール？パール買ったよ。パール買って、チケット、割引クーポンをもらいました。ピヨンジさん、でも黒に交換して全部消えました。バチが当たった。どういうこと？そろそろ来るか。ハーロクさん、タカコさんくらい狙撃できれば狙撃の方がいいと思う。どういうこと？狙撃なかなか難しいよね。狩猟の方が楽なんだぷ。でも、ラウラウの心臓をもらったら、この子、朝の国に送ってもいいかなとは思うけど。寿司屋さん、でもパールたくさん買うとたくさん使っちゃうから、秒で溶かしちゃうよね。私、だいぶパール、大事に。あ、でも3628パールしか残ってないやもん。ですよねー。ちょっと大事に使ってます。あ、そろそろ出る頃じゃないか、ラウラ。まもなくです。孫に C さん、孫に終わったら C さん。もうそろそろラウ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 おさいさんだよラウラウ。あ、出た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 。バンバンラウ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 。あや、みるみるうちに HP が減っていく。早いね。うわぁ、わぁ。さあ、次は C さんだぷ。C さん。ペケさん、今もラウラウにアカネってくるの？ああ、この間やられましたね、だいぶ。一時期、いないなーって感じの時期あったんですけどね。ここ最近また、いますね。必要に殺されます。ハーロクさん来るね。え、最近来るよね。わ、目の前にいた。どんどん。うわ、残り2割ってとこか。もう1割。あ、はい、お疲れさんでした。心臓はありませんでした。残念だぷ。残念だぷ。 CC 間に合わんね。ギリですよ。すごいスピードで減ってったね。恐ろしい。やっぱ2箇所間に合わない。そうか。間に合わないか。だいたい2箇所やるけどな、いつも。
遠すぎて、ん？早すぎて草。うん、早いよ。あっという間に、やられてしまう。悲しいことに。心臓って、やっぱりさ、ダメージいっぱい与えた人の方が、ゲットしやすいのかな。与えたダメージ量あんまり関係ないのかな。関係ありそうだけどな。実際どうなんだろうね。よくわからん。ヘリ、ヘリか。あれ、反応しないな。上位40名が確率高い。あ、そういうのあるんだ、やっぱ。あれ？あれ？お花積んじゃう。あれ？あれはこっちか。晩ご飯準備。はい、いってらっしゃい。もうそんな時間か。もう5時だもんな。そろそろ夕飯の支度の時間が。時間ですね。もう日曜日が終わってしまいます。はあ、明日からまた月曜か。嫌じゃのう、嫌じゃのう。ずっと休みがいいのう。あ、早く帰ってくれるかな。もうラウラウの心臓ってもらえる気がしないよね。あんだけ人がいたら競争率激しすぎだぷ。嫌ね、じゃの。しかも出張じゃよ。出張か。出張ということは砂漠ができないじゃないか。毎日金曜日と思えばいいじゃない。まあ、うん、そうか。金、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 土、日ですね。どういうこと？ノート PC で砂漠は頑張ってみる。マジか。ノートでも動く？頑張れば動くか。なんか、結構、辛そうな気はする。あ、でも加工ぐらいはできそうか。針は無理よな、さすがに。貿易できるかな。土曜日の来ない金曜日なんて、味のしないガムと同じ。そうだね。味のしないガムなんて嫌だね。わい、ゲーミングノート、あ、ゲーミングノートというものがある。パワフルなノートパソコンですね。お高いんじゃなくて、なんかノートにするということはね、小さくしなきゃいけないから、その分なんかお高そうなイメージだわ。料理とか錬金とか乳搾りは安全。なるほど。ブラボッブラボ次第。まあ、そうか。あとはホテルの回線次第。なるほど。ゲーミング高い。やっぱそうか。高そうなイメージがある。まあ、パソコンのスペックはよくわからんけどな。とりあえず高いの買っときゃ間違いない。ぐらいの知識です。いいな。10の人雑魚 PC でも砂漠動いた。あ、 Windows10 ブラボは3600。うん、
3600がいいのか悪いのかよくわかんないけど。タカコさん、ハイスペ民？そんなことない。一般市民だよ。ごくごく普通の一般市民でございます。もう明日から仕事だぷー、また一週間。あ、でも、あれだよね。木曜日、祝日だよね。来週は。なので、気が向いたら、祝日の恒例、泣く耳叩く配信やろうか、どうしようか。やらないかもだけど。私はグラボ3060。黒い砂漠ができるパソコンくださいって言って買ったんだよね。そうそう。アマゾンのセールは金曜か。あ、ブラックフライデー。マジか。みんないいな。1050Ti でやってます。わからんぞ。私のブラボは何なんだろう。アフさんが知ってそうだな。アフさん、アフエモン。私のグラボは何？前になんかで調べたけど忘れちゃった。しかもそれがいいのか悪いのかよくわかんない。多分買った当時は良かったはず。買った当時はそれなりにいいやつだ。設定みたいなところから見える。ルキリン、あなたは3080です。ルキリンが知ってた。ありがとうございます。それがいいのか悪いのかよくわからん。アフさんガクガクブルブル。アフさん何でも知ってそう。そう、アフさん何でも知ってんだよ。いいの使ってるじゃん。あ、いいんだ。そっか。Y のメイン PC では RTX3080Ti。これはいいやつか？お、強いじゃん。いいやつか。4K でも動く。ほほ。3080いいですね。そうか、いいやつか。なんか買った当時はいいやつだったと思うけど、今でもいいやつなのか。ならよかった。なんか、いいんだか悪いんだか、よく分かってないんだよな。日進月歩でどのタイミングで買い替えようか迷ってる。そうなんだよね。なんかいいなと思って買ってもさ、すぐなんか新しいの出て、すぐ古くなっちゃうから。タイミング難しいよね。ポテコさん、10万くらい？いや、パソコン、まるっと30万出したな、当時。まあ、30万も出せば、そこそこいいやつ買えんだろうと思って。スペックじゃなくて値段見て買いました。スペックとか見てもわからんからさ。とりあえず30万ぐらいのパソコンだったら問題なく動くでしょうと思って。まあ、その程度の知識ですわ。やっぱなかなか、あれだね。パート側、なんか、狩猟の方が出る気がするな。なんとなくですけど。まあでも衣装の粉も欲しいので、もうちょっと続けるか。あながち間違ってないと思う。そうだよね。値段で見たとて、そんなには間違ってないと思っている。スペックがいいパソコンは比例してお値段高くなるから。いろいろ詳しい人はさ、いいパソコンを買い得に、いい買い物を上手にするんでしょうけど、あんまり詳しくないので、まあ、いっか、と思ってます。
マオさん、2万円台のパソコンで頑張ってる配信者もいる。あなたね、よく動くよね。砂漠もよく動くなって思うし、よく配信できてるよね。それがすごいわ。ちゃんと分かっている人が、ちゃんとね、設定とかいろいろあれしたら、多分安くいいものができるんでしょうけど。2万、そう、アフさんね、パソコン2万で買ったらしいんですよ。2万円ですよ。それでもちゃんと配信できてるからすごい。みやびさん、アフさん2万なの。そう、アフさん2万なんですよ。アフさん、はい。アフさん2万なんですよ。2万って呼んであげてください。おい、そこの2万って。グラボつけたから3万4千円な。そっか、それでも3万4千円。すごいね。2万アフロです。万。だからなんかちゃんと分かってる人がちゃんとやればそれぐらいの出費で済むでしょうけどね。分からない人はお金出すしかないんじゃ。残念ながら。すしおさん、私は一度買ったパソコンをところどころ設備更新して使ってる。なるほど。なんかでもパソコンってさ、なんか使ってるうちにだん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 遅くなってこない？あれ何なんだろうね。なんか最初の起動とかもさ、新品のうちは電源入れてすぐ起動すんのに、だん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 起動が遅くなってくるのはあれ何なんだろうね。まあ年単位でだけど。メンテナンスしないからだよ。埃が溜まってくる。埃のせいなの？ファイルのゴミみたいなのが溜まってる。人だって年取ると動き遅くなるでしょ。同じだよ。そうか。パソコンも一緒か。劣化してくからどんどん部品を新しいのに変えてく。それができたら苦労しないんだよな。プラグメンテーションですかね。また難しい言葉が出てきた。SSD の容量に空きがなくなってくると遅くなる。ああ、また難しい。シフトをしながらシャットダウンすればいい。え、そうなの？そうなの？シフトをしながらシャットダウン。そうすると遅くなんない？こんな技が。先日初期化したからめっちゃ快調。そうか。パソコン初期化すればいいのか。でも初期化するとまた砂漠のインストールがめっちゃ偉い大変よね。パスみたいなファイル溜まったら消していくといいよ。使ってないアプリとか。え、どこで見んの？使ってないアプリはなんとなくアンインストールすればいいというのはわかるんだけど。なんかでも、わかんないファイル怖くて消せなくない？でもなんか、なんだっけ、なんだっけ、ディスク、なんとかかんとか、デフラグとか、ああいうのはたまーにやっている。砂漠の初期インストールはもうやりたくない。やりたくないよね。遅くなったら新品買いましょう。うん、そうだよね。買い替えてしまえば問題解決。一時ファイルとか再起動した時とかシフトをしながらシャットダウンしないと消えない。あ、そうなんだ。ディスククリーンアップ、そうそう、そういうやつはたまにやってるよ。そうか。いろいろあるのね。
エリカがおらん。デヨンジさん、Windows は Mac と違って削除しても赤が残るから容量は少しずつ食われていく。なんかそんな感じするよね。だん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 なんか、あ、なんか出た、なんか出た。なんかの痕跡。謎の箱。尖ったのと硬いのが出た。ありがたや。ありがたや。金の鍵、宝箱、ありがたや。時々ほこりも取るといいよ。蓋開けてエアダスター。そう、パソコンの蓋開けんの怖いだぷ。開けた方がいいのかな。あ、飛翔の粉出た。よっしゃ。開けるの怖いでございます。ミニゲームの時にそれ出ると金の鍵10から20個飛ぶから気をつけて。はーい。まあそうそう出ないよね。ミニゲーム私そういえば切ってます。めんどくさいから。行動力がっつり持ってかれるし、なんかめんどくさいし、失敗するし。砂漠自体も重くなってない。あ、重くなってきてるよね。だんだん重、あれ、人の粉出た。飛翔の粉もう6個出てる。はい、終わろう。あざますあざます。エアダスターは気をつけてね。かえってホコリを奥に押し込んじゃうとき、ひえー。じゃあ掃除機で吸えばいいんだな。でもパソコン開けるのちょっと怖いだぷ。なんかすんのよね、これってね。ライトフェザー、厚い毛皮。ライトフェザー、なんかだ。ペン。あった？え。工作か。ラバンのなめしのミニゲームは美味しくない。なめしってさ、イライラ棒だっけ。パルクさん、多分重くなってる。だんだん重くなってる。あ、できた。人のつ毛筆で撫でながら掃除機で。わあ、めんどくさ。筆でやるんだ。なかなかめんどくさいでございます。アリエ交換会話。あ、羽2個いただきました。ありがとうございます。ふう、ようやく今週の羽ゲットしました。最近ね、ベグ行ってもなかなか羽もらえないから、ありがたいでございます。さて、今日の配信はそろそろ終わろうかな。この後誰かやります？アフさん、この後やる？今、やってる人あんまりないね。夏川さん、そろそろ夕飯の支度をしようかと。ジオンジーさん、動物の毛の筆、ね、ナイロンとかは NG。静電気を受け、あ、なるほど。そういうこと。なかなか大変だ。うんうん。はい、ということで、今日はこの辺で終わります。明日月、火、水は、早く帰ってこれたら夜ちょろっとまたやるかもしれません。木曜日は多分、祝日なので、やると思います。ちょっと、不定期ですが。
ぜひまた遊びにいらしていただけると嬉しいでございます。アフさん焼酎飲む、飲んでくれ。キャビーさんおつ猫アリ猫、ヒロさんおつおつだぷアリアリだぷ、マーログさんおつアリ、カバチョさんお疲れ様でした、ありがとうございました。ジオンジーさんおつ猫でした、アリ猫でした。エリアスティックさんお疲れ様でした、ありがとうございました。アフさんおつもじゃありもじゃ、うすしおさんお疲れ様でした、ありがとうございました。フェイクさんお疲れ様です、ありがとうございます。シュナさんおつ猫アリ猫、ルキリンおつなのだよアリなのだよ、イレネッチおちにゃんぷにぽにょんにゃにょアリにゃんにょモンゴルマンさんおつ猫ぷアリ猫ぷ、みやびさん配信お疲れ様、ありがとうございました。ではまたお会いしましょう、またね、ありがとうございました。